やってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介しようと思います。続きましてはアナと雪の女王よりクリストフ。クリストフさん、あれですかね、アナはこう目立ってたけどそばかすがあるようなキャラには見えなかったですけどね。この積む見てるとなんかそばかすがあるんだけど、どうなんだろうね。お、早速なんか結構潰した結構潰した。アナと雪の女王はね、一応ね両方とも映画館で見たことあるんですけど、クリストフのキャラいいっすよね。あれだけ温厚な男性がいたらそりゃ女性はメロメロになっちゃうっていうところだよね。お、走ってる。おー、かっこいいね。待ってちょっと もう一回見てもいい。もう一回見たいから、もう一回スキル発動させよう。頑張れ。頑張ってスキル発動させたい。いけ。スベン大量発生。4頭くらいなかった今、スベン大量発生してるな。すごいな。あれなのかな、スベンのご家族の方々なんですかね。スベン一族みたいな。ほいほい。で、スティッチ止めて。で、いけスベン一族、走れスベン、という感じですね。クリストフね、なかなか哀愁漂うキャラですよね。あの2の時のなんか自分の気持ちが伝わらないで歌った曲なんかあったじゃないですか。あの時、いやー、そのスポットライトを一体どっから当たってんのっていう気分で見てましたね。その目線じゃない。まあそれはそうか。はい。ただスベンじゃない。クリストフは。どうだろうね、スベンとかが、それからアナと雪の女王、だからオラフとかが出てきた時期くらいの時に出てきたノーマルツム、ノーマルというかプレミアムツムになるんですかね。だから、まあ S サイズだけど、まあ20いかないっていうのは、ちょっと旧式のツムなのかなっていう気分じゃない気がしますね。はい。ということでね、スベンちゃんはね、クリストフはスベン一族を召喚する、そんなツムでございました。ではまた次回お会いしましょう。バイちゃん。